今回光明寺周辺の地図黒谷今回光明寺は京都市左京区にある浄土宗の寺院。三号は死雲山。本尊は阿弥陀如来。通称を黒谷山と呼ぶ。地音院と並ぶ格式を誇る浄土宗の七大本山の一つであり、また京都鹿本山の一つである。はじめは念仏道場として利用されていた。境内には皇族、 くげの茶の湯に使われた黒谷明浄水という名水がある。上安五年春、浄土宗の改装を決めた法年が、比叡山の黒谷を下った。丘を歩くと大きな石があり、法年はそこに腰掛けた。すると、その石から紫の雲が立ち上り、大空を覆い、西の空には金色の光が放たれた。そこで法年は歌たた寝をすると夢の中で死運がたなびき、 下半身がまるでフッツのように金色に輝く禅道が現れ対面を果たした。これにより法然はますます浄土宗海僧の意志を強固にした。死雲石も参照こうして法然はこの地に草案を結んだ。これがこの寺の始まりであるとされる。ここは白川の禅房と呼ばれ、元は比叡山黒谷の所領で明ら空入滅の時。 黒谷の本坊と岡崎白川の全坊を法然に与えた。そのため、比叡山の黒谷を元黒谷、岡崎の地を新黒谷と呼んだ。法然は後に新空に黒谷の本坊と白川の本坊を与え、白川商人新空はこの地に住み、白川門との拠点となった。なお、この地はもともと藤原賢治の別荘があった。明らかに消したが、 明らくに寄進して、白川の全貌が建てられたのである。それを法然がもらい受け、ついで賢治の孫である、新空が継ぐ形となった。その後、岡崎の地を新黒谷とは呼ばず、黒谷と呼ぶようになる。なお、比叡山では、大津坂本の黒谷を、現在も、黒谷と呼ぶ。第五世、江家の時に道を整え、法然の見た縁起にちなみ四雲山公明寺と号した。 第八世雲空らは、ご皇金天皇に会を授けて、今回の二次を賜り、今回光明寺と呼ぶようになった。法年が最初に浄土宗の布教を行った地であることにちなみ、五小松天皇から浄土新宗祭書門の直学を賜った。慶長十年には、豊臣秀頼によって阿弥陀堂が再建されている。江戸時代初期に、江戸幕府によって、地恩院と共に、 城格風構造に改修された。そのために、文久2年には、京都守護職となった藍津藩の本陣となっている。第二次世界大戦後、1946年に、黒谷浄土宗として一派を立てて独立するが、1977年に浄土宗に合流し、七大本山の一翼を担う。池の水人の心に似たりけり濁り住むこと、定めなければ今回光明寺は、 徳川初期に同じ浄土宗の地王院とともに上郭構造に改められていた。合津藩主、松平かたが幕末の文久2年に売る8月1日9月24日に京都市護職に就任すると京都守護職合図藩の本陣となり、藩平千人が京都に常駐し1年おきに交代した。しかし、合津藩主の身では手が回りきらなかったため、 守護職を預かりとして新選組を、その支配下に置き、治安の維持に当たらせた。慶応3年12月9日1月3日、この年の10月に行われた、大政奉還後の王政復古の大号令によって、薩摩藩、長州藩が、京都市中の支配権を確立したため、京都守護職は設置後6年をもって廃止された。ここ、黒谷の地で、賭場、 伏見の戦いで戦死した合津藩士の母台を弔っている。なお、この頃中間として出入りしていた教閣が合津小徹子と上坂千吉である。三陰堂阿弥陀堂三門大法城三重島撮影時刻は2014年12月31日23時34分頃最初の月始めである。メディアを再生する57世と59世は同一人物。 洛陽三十三所観音霊場五神旅堂、新派瀬寺六今回光明寺七長楽寺法年商人二十五霊石二十三、成城会員二十四今回光明寺二十五、地音院数多くの映画やテレビ時代劇で撮影が行われている。ありがとうございます。